見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。いつも動画をね、ご覧いただきまして大変ありがとうございます。今回も公式 LINE ご登録者からご質問いただきました。前世からのですね、この怨念というのがあるのでしょうかというところですね、その量子力学的に教えてくださいというところで、えー、お話しさせていただければと思います。では画面の共有に入ります。 こちらですね。前世からの怨念ってあるんでしょうかというところですね。これね、本当にね、あの、怖いこと、怖いことかもしれないんですけども、t さんからのご質問です。私は小さい頃から幽霊とか見たり、人生にいろいろ影響を受けたために、ここ数年の中で除霊をする方に巡り会えて、ようやく普通の生活に戻りましたと。えー、非常にお辛かったことかと思いますで。前世からの恨みとかが原因らしいのですが、量子的観点ではどのようなものでしょうかというところで、この、ね、小さい頃 こここういう怖いいい怖ととがあっったりいろ,いろね、えー、おつらいことあって大変だったと思いますで、量子的にというのはですね、まあ、素粒子から、まあ、分子原子からミクロの世界が量子力学って言うんですけども、じゃあその量その側から見たらどうなるかと。で、まだね、あの日本の国内の大学レベルでそういう意識が、えー、素粒子だというところを言ってないかもしれないんですけども、ドイツのね、フリッツ・アルバルト・ボップ博士という方がバイオフォトンということで、私たちの意識が光だとフォトンだという形を 話ししていますで、このところから、えー、私の観点なんですけども、この意識が光なので周波数だから周波数同士で呼び,合う呼び合うよと。あと、この時間空間関係なくここに存在するというところからの観点でお伝えさせていただきます。で、どういうことが起こってるかなんですけども、あの、皆さんの この意識で、例えば、前世からの怨念って言うんですけども、例えば300年前とかね、500年前とかの誰かさんが悔しいとか、ムカつくとか、ね、許さないとかあったとしますと。で、その、えー、いろんな国々のね、許さないとかね、ねっていう意識があって、そのフォトンが地球中に、えー、フォトンがね、何粒もありますと、10の何十畳粒もありますと。で、その、そこで場を作ってます。それが周波数が上がらない限り、ずっとその存在してると。 で、私たちがですね、この誰かに対して許さないとか、恨めしいとか、悔しいとかっていうフォトンを飛ばすと、そこで場と繋がるので、それを物質側から見たら前世からの怨念っていうふうに見えてしまうと。あと、まあ、前世あるのかっていうところもですね、また別の動画でお話しさせていただく、いただいているので、えー、それもね、関連動画で付けさせてもらってもらいます。で、前世からの怨念って思ってしまうと、 このまあ、どう捉えるかなんですけども、前世からの怨念って思うと、それを取り払わなきゃいけないとか、誰かにやってもらわなきゃいけないと思ってしまうんですが、例えば仮に誰かさんにこう除霊していただいたとしても、自分の中で、 許さないとか、恨めしいとか、私はダメだとか、ダメだと思うと、その周りからマウント取られるみたいな感じに、このより強いエネルギーがね、この,あの襲ってくるじゃないですけど、そういう風になってきてしまうので、自分自身がそもそもゼロポイントフィールド側で、愛感謝がある、素晴らしい存在だという周波数になり、で、ある意味、恨みの周波数に対しても、その方の周波数とか、昔のね、300年前、500年前のこの恨みの周波数に対しても、 あなたの存在もそもそもフォトンなので、フォトンはゼロポイントフィールドからいつも瞬間瞬間生まれているので、そのゼロポイントフィールド側ですよと、あなたもそもそも愛感謝ですよというところを響かせてあげるというふうにしていただければ、この自分自身が恨みの周波数、悔しい残念の周波数と呼び合わなくなってくるので、そうすると取りつかれるとかな,ってならなくなるとあと。 幽霊が見えてしまうっていうのはどういうことかというと、この誰かさんの悔しいムカつくとか許さないっていう周波数を、この、まあ、飛んでますと飛び交っていて、で、場がその周波数が濃いところと薄いところであって、濃いところに行くと、自分がその体でね、<laughs> この、 許さない周波数を感じて、脳がその映像を見せるような、そういう仕組みが働いてるんじゃないかなと、えー、思っております。なので言うて、幽霊なんていないよとも言えるし、いるとも言えると。で、えー、どのどの側から見るかなんですね。えー、周波数側から見れば、ね、許さないほとんとか悔しいほとんであって、それは生きてても死んでてもどちらもあります。で、私たちが許さない、日頃許さない、悔しい、親を許してない、自分を許してないと。 有周波数っていると、許さない周波数と呼び合うので、それを人は幽霊とか怨念とか思ってしまうと。で除霊される方は、そこに対して間を切るようなエネルギーとか、えー、振動数を上げるね、えー、お経とかの高い周波数で、えー、振動数を上げると。その 許さない周波数に対して振動数を上げることをやったり、えー、取り払うというようなね、えー、周波数を響かせているのが除霊というふうになっているので、その除霊をしてくれる人だけが力があるわけじゃなくて、私たち人間全てにそういう力、振動数を上げていくっていう力があるので、人に頼ろうというエネルギーじゃなく、自分自身から本来のね、えー、輝きを引き出させるというふうに捉えていっていただければ、ますます楽にね、えー、輝きを持って ってて人生過ごいいけると思いますそのためにも日頃の日常のありがたいことを観測していくとご飯おいしいなありがたいなとか夕,夕焼けがきれいだなとかお月様きれいだなとか海がきれいだなとか人のねあのおはようございますって優しい掛け声にね挨拶にね嬉しいなありがたいなっていう 周波数を響かせていると、いつの間にかその幽霊とかね、あの、怨念っていう周波数と合わなくなってきますで。そこで落ち着いてきたら、次は次のステップとして、えー、いろんなね、怨念とかやられる周波数にも大丈夫だよっていう周波数を響かせていけば、あなたが、えー、ますます光り輝く存在になっていくと思います。えー、関連度、前線に関してのですね、えー、関連動画はこちらにつけさせていただきます。エネルギーをどんどん動かしたいという方は、開花通でセミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録、 はこちらで,すでは、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。